高重さん来ました。はい、ほら、あの、もしあったらご挨拶しますか。はい、あの、カメラに、あの、配信に向かって配信に向かって高重さん、登場です。はい、どうも皆さん、こんにちは。高重さんです。今日はカメラマンで参加させていただきます。あと、おたけびします。え、ちなみに、あの、さっき娘さんが、あの、ミモリに来てくれなくなっちゃったんですけど、あ、呼んでくれないからですよ。あの、なんか一説で言うと、あの、なんか、あの、被害を被ったって噂を。いやいやいや、被害って、あくまで被害ですよ。セクハラ。いや、ダメよ、それは言っていけないですよ。それは言っていけないですよ。あの、いろんな被害があるじゃないですか。ねえ、あの、別に、あの、どう、私たちはどうもちゃん可愛がってあげたんですけどね。可愛がってあげた。それは相撲の可愛がりとか、そんな感じ。いや、そういうことじゃない。何言ってるんですか。あの、その可愛いっていうの、家に取り巻いてるの、あの、おじさんがいるのかどうか分かんないんだから。いけません、おじさんっていうのが多いと思う。ってことでね、あの、話するとほら、それで終わっちゃうんで。そうね、そうね、はい。今日はね、あの、まさきくんの母校が、めでたく甲子園出場ということでね。ありがとうございます。でもあれでね、母校もいろんな話題ありましたけど、久々に明るい笑いが、うん、ってことで、あの、昔からでもちょこちょこ出てましたね。そうですね、甲子園、うん、ちなみにまさきくんの高校時代はそこの学校は出ました、甲子園。その時は出てないですね、残念ながら。残念ながら、うちの母校は、ね、言えないんですけど、あの、お百姓は百姓が多い学校だったんですけど、大体分かる。分かる。いやいや、あの、一回戦も勝てなかったというね。あの、クワを持つならば、あの、もう甲子園間違いないんですけどね、バット取っちゃうとちょっとね、そんな、あの、まさきくんの大好きな、あの、高校時代の青春ソング、イチョウ並木のキャンパスで演奏してみたいと思います。じゃあ、行きます。Oh,
よくこの歌詞で叩かれる秋に卒業論文書いたらもう間に合わないよというあのことをよくやる4月ぐらいからね、ちゃんと書いた方がいいみたいだねってことで、ミモリはもうエセ大学生ってことがこれでバレてしまいますあのね、後ろによくいる方、元大学生こんなの書いたらお前卒業できねえじゃんまた一応並木のキャンパスでお前またもう1年増えるから歌詞が3番までできるんじゃないかってあの昇級試験に怒っちゃって最後大学中退とかあの青春ソングじゃなくて中退ソング中退はやめようよでもミュージシャン中退多いよね。そうですね、あの音楽にハマりすぎて中退とかねみんな卒業できなくなって音楽の道だから大学では失敗したけども音楽でも成功したとあのほらよくなんだっけ、堤さんが大好きなメガネかけた方とかね、 はい、あの人も確か中退ですよね、神奈川の某大学でもミュージシャンとしては大成功ですよね、中退した時の顔覚えられたくねえからサングラスしてんじゃねえかって言われたんですけどいや嘘ですよそんなことがあるんですね、じゃあね、ちょっと変わった曲で